これはこれは、マシュ殿抜きとは珍しい。お食事ですかな、マスター。ほう、完食ですか。頭脳労働の合間に甘いものを欲しがる気持ちはわかります。実のところ私もその類でして。ですが本日の食堂は避けた方がよろしいかと。あちらをご覧なさい。見ての通り調理室の順番待ちですよ。調理室をパーティションで区切って最大12人まで個別に使える仕様だとか。手作りの贈り物はいわば切り札。ライバルに比しておきたいのは当然の心理です。わかります、わかりますとも。意表をついてこその奇策、奇襲ですからな。しかし言うまでもなく、当日まで比しておきたい本命はライバルではありません。この場にあなたがいては皆さんの戦意を損なうというもの、いやむしろ燃え上がるかもですが、ここは空気を読んで自室に戻られるのがよろしい。スナックであれば部屋でも完食はできますからな。あそこが女の子の戦場、お嫁さんへの道、調理実習室。むむむ、実在していたんですね。皆さん自信満々に並んでいます。なんだか今日だけは小さな皆さんが大きく見えるプロテアです。おじけづいてる場合じゃなくて、チョコを作るなら私も頑張らないと。あんなに調理法を学習したんだし、材料だってメルトリリスからのお給料でいっぱい揃えられたし。でもやっぱりすごく小さい。あのドアの大きさじゃ私入れない。バカだな、もっと早くに気づくよね、こんなの。いいな、入りたいな。みんなキラキラしてるな。おや、マナジリを消したかと思えば戦場に向かう勇士のように走り出された。あちらには確か、ああなるほど、確かに彼女であれば解決できる問題ですな。いやはや、いざとなれば策をご用意しようと陣取っていましたが、いらぬ気遣いだったようで。
ズマスター、バレンタインチョコをお渡ししますね。マスター、何かおかしなところがありましたか？あ、それはそうなのですけど。隠してたこと見抜かれちゃいました。でも泣きたくなるほど嬉しいので、もう恥ずかしくありません。しっかり捕まっていてくださいね、マスター。本当のチョコの場所までご案内しますので。はい、到着です。ゆっくり下ろしますけど気をつけてください。BB が用意してくれた私専用のキッチンなのです。お母様、 BB のことだからチョコ作りに失敗する私をからかう気だったんだと思います。でもそうはおもちゃ屋さんがおろさないのです。どんなに大きくても料理はできます。なぜなら特撮怪獣師は深淵なのですから。過去、料理が上手な怪獣もいたのです。はい、普段の窮屈さは苦じゃないですけど、やっぱり背中を伸ばせるのは気持ちがいいです。巨人用のキッチンとか面倒なので作りませんが、無人島なら用意してあげましょう。そう言って BB はバレンタインの間だけこの島と海を私にくれたのです。というわけで、こっちが一晩かけて作った本当のチョコレートなので、勇気を出して覚悟を決めて、キングプロティア初めての贈り物です。受け取ってください。気持ちを思いっきり形にした結果なのです。はじめは皆さんみたいな可愛いチョコを作ろうとしたのですが、どうしてもうまくいかなくて、お米に写経しているようなものだし。でもそこになぜかアンデルセンさんがやってきて、バカが、持ち味を生かせ。お前の大きさはマイナスではない、オリジナリティだ。何より自分の気持ちを偽ってどうする。その巨体でも隠しきれるものではあるまい。いいか、バレンタインなんぞ何をしても恥ずかしいもの。何しろ本音の見せ合いだ。本当に見てほしいものを作るがいい。それが義理ではないのならな。あの人、どうして私に親切にしてくれるのか不思議ですけど。それって、どうですか？とてもうまくできていると思うのですが。私にしか作れない世界を覆うくらいのチョコレートです。
私だと思って好きなところから食べてください。食べきれなくても最後は私が海に溶かしちゃいますので、その時は一緒に食べてあげますね、私のマスター。プロテアを調理室に入れてあげられないかですか？いくら無敵の BB ちゃんでもそれは無理な注文というもの。カズラドロップならワンチャンあるかもですが、プロテアをあれ以上小さくすることはできませんし、他のファイブたちの手前プロテアにだけ手を貸すのは、そこをなんとかBB スロット張りにトンチを効かせてと。はあ、せっかくのバレンタインにこんな相談をされること自体がショックですけど、そこまで真剣にお願いされては仕方ありません。一つ貸しですからね、先輩。実のところ解決なんて簡単でーす。プロテオを縮められないのならプロテアが自由に動ける空間を用意しましょう。その後はあの子の努力とスキル次第、うまくいくかどうかは神のみぞ知る。まあ私は人間の真似事をしようとして失敗する方に賭けますけど、三つ子の魂100までですから、持って生まれた宿業から果たして逃れることができるのか、その結果をじっくりファイリングさせてもらうとしましょう。